リエットから、はい、はい、せーの、リエット、ヒロノのトーミュータイム、わはい、申し訳ないですけどもね、はい、すいません、今日はちょっと聞きづらい音声になっておりますが、とりあえずよかったらぜひぜひ聞いて、はい、てください、お願いします。お待たせしましたということですけど、はい、今日の一品ってやったけどやってないようなもんだから、はい、もう一回やる。そうですね、はい、じゃあ今日の一品コーナー、イエ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 イ、はい、じゃあお願いしますよ。トートーバッグいいんですかそれで違うんです、いや違くないです、あの三角ベースさんの、三角ベースさんの、トートーバッグですね、はい、商品ですね。これはエコバッグではないんですか。エコバッグではないです、トートーバッグ、ね、トートーバッグですね、はい、はい、じゃあこれ読んでください。はい、運がつきます。これを持ってると運がつくらしいですよ。らしいですね。そんな方は、はい、石川口の三角ベースさんに来ていただける、こういう面白いのがいっぱいありますからね。ありますからね。ぜひぜひホームページなど三角ベースさんで見てみてください。もう一品、今日の今日の一品もう一個ありました。せーの、わかりますかねこれ。ブルーノーズオーナーの水沼さんがですね来るや否やいきなり写真を撮られてですね、はい、こういうの作ってくれたんですけど、え、じゃあさっきの写真、さっきの写真ですよねこれ。すごい早くない？早いし、でも髪の毛がすごいよ。よし、こんなよしじゃないよしじゃないです、はい、シーがリエです今日は、リエちゃん今日リエちゃんっていうリエちゃん髪こんなにあるってことでしょ。そう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 、すごいよ。もうりえちゃん先週まっすぐだったでしょ。そう、パーマかけたらこうなる、そうそうそう、もじゃ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 になりましたね、はい、ブルーローズならぬノーズですね。ノーズですね。今日鼻が詰まってるから、あ、ちょうどよかった、ね、多分そういうことで作ってくれたんじゃないですかね。じゃあ今日は顔のこの辺にじゃこうやってやって、うん、今日はブルーノーズでーす暑い暑い、ありがとう。意外と髪は暑いんですからね、はい、はい、これは、まあ、まあ、ブルーノーズでしたね。これあ、ブルーノーズね、はい、鼻が青い、青いそうです。大丈夫ですかね、音は。音大丈夫かな、聞こえてますかね、皆さん。今日はですね、はい、リエちゃんがちょっとお仕事で、いないんでしょ、今日は抜けられない雰囲気なんだっていうメールが来まして、はい、ちょっとセクシーとヒロノでお届けしております、はい、すいません、リエですもじゃもじゃリエセクシーはなんでそんなもじゃもじゃなの？いや、生まれた時から、ね、生まれた時はい別にパーマかけてるわけじゃないんで。そうなんですよね、はい、皆さん知らないかもしれませんが、みんなね、会う人会う人、うん、よくかかってるねなんて言うんでしょ。あ、そうかそうか、いやいやいや、いや、よくかかってるよね、そういう人からしたら。そうそう、あのストレートの方からすると、うん、すごい羨ましがられるんですけど、うんうん、そう、根元もくるくるしてるもんね。根元もくるくるしてますね。伸ばしたことある？あ、ね、まっすぐってこと？あ、違う、髪を、あ、伸ばしたことあるよ。あ、で、ロン毛でもくるくるしてるの？そうだね、でもね、冬場じゃないと無理。あ、だこの時期から伸ばしてって、あ、2月頃こんぐらいみたいなあったよ、肩ぐらい。見たことない、へえ、うん、でもね、肩が凝る、肩が凝るすごい、そんな重いんだ。頭が重すぎて、へえ、大変なんですよ。大変だね、うん、なんか胸が大きい人も肩が大きい、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。もう縁がない話ですが、縁がない、縁がない、僕はちょっとあるんで、ちょっとそう、はい、あるんで、はい、ひろのちゃんよりあるんじゃないかな。ないよ、ないですかないですか、はい、じゃないということで、じゃないでよろしくお願いいたします。はい、何がよろしくなのかわかんないですけど、はい、とりあえずじゃあこれ言っときます、あの、はい、先週、はい、川口キャバリーノで、そうですね、ビッグスモールナイトってやって、はい、やったじゃないですか。やってきましたね。楽しかったですね。楽しかったですね。ブルーローズとヒロノ と、うん、とあと、ゲストで浅見様がいらっしゃいましたね。のハプニングドキュメントライブですか。ハプニングはなかったですよね、別にね。ハプニングはなかったね、スムーズに、うん、ドキュメントあったかもしれないね。ドキュメンタリー性は抜群にあったかもしれない。いやでも楽しくできて、楽しかった。
なんか一部は私もブルーローズも割とこうしっかりしっかりやねやっていつも通りじゃない、うん、なんかしっかりステージで、うん、休憩後のねそうですねなんですかねコラボでもないけどなんていうのかな、うん、一緒にやるんですけども、うん、どんちゃんどんちゃんどんちゃんね、うん、どんちゃんどんちゃんってやったじゃないでしょですね、やっぱり、うん、だけど、うん、10月5日だけはあそかそか川口キャバリーノに来ていただけるとね、はい、ありがたいですけどもドラえもんは録画でねあ、そう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 次の日に見れますけど も、ライブはね、録画できないのでねでお、いいこと言ってね録画できないよ、ライブはそう、ハードディスクでも撮れないから ね、これはライブは生ですから、はい、もう記憶で撮るしかないあメモリーにするしかないいいこと言ったいいこと言ったまあ僕のメモリーオーバーですけども嘘です嘘ですまだまだ入りますはいなんでね10月5日金曜日ねはい来てください予約ももうすでに受け付けてますのでえどこでえメールじゃないの各自のあ各自のメール、うん、あ私もホームページからあそうかセクシーはブルーローズそうですねホームページからね私はサマーさんに送ってくれれば、うん、セクシーもでもツイッターやってますねやってますね、うん、あんまつぶやかないですけどそうだね、なんかいざ西川いざ伊勢崎へとかそうだねそういうのばっかりそればっかりですね、うん、その後何も何したんだってば何をやったのかっていうまあ気にさせる攻撃それが手なんですねそうですね何でもそうですけどセクシーは人付き合いが上手ですねいやいやいややっぱりあの人を楽しませるのが上手ですよこれは何ですか切腹もんですか外で切腹正座ですかなんかお笑いもね面白いしすごい勉強になるので、はい、なんかお笑いの勉強になることを皆さんにぜひ教えてあげてくださいよ、お笑いの勉強になること私さっきすごい勉強になったなんだっけ無視をしないとかそういうのすごい勉強になった人との会話で、ねうんうん、一旦受け止めて、はい、ダメとなんかこうボケた時に私はなんか無視してるわけじゃないんだよなんか言われたかあなんか言わなきゃと思ってる間に無視されたことになってるらしいんだけどまあ大半の人はそうだと思いますそっかあのひろのちゃんだけにはではなくそうだよね何言ってんだこの人っていう顔をするじゃないですかああそっかそっか私もそんなことないよいや結構してんだよそうなんだねだからそれが持ってないくて多分考えてるんだと思うんだけど、うん、そういう風に見え見えちゃうねなのでそういう時はそうニコニコ、うん、とりあえずそうそう大丈夫だと思いますねニコニコして、うん、もう一回お願いしますとか何そうするとまた切り替えっていうか今度あっちの番になるからね卓球と一緒なんでこう卓球つかのキャッチボールと一緒なんでこうああキャッチボールと思えればいいそうキャッチボールこうして、うん、取らないとそうだねあっち行っちゃうもん、ね、っちゃうでしょ、うん、で自分で取りに行く羽目になるわけでしょおおじゃないおおじゃないんだって本当の話でじゃあだって一回取って私球技がめちゃくちゃ苦手なんですよそういうのもちょっと関係あるのかないや関係ないです俊敏性がないのかもしれない俊敏性がないのかもしれないですけどもとりあえず何か言われたら取ってニコニコ取ってもう一回お願いしますって感じ投げ返してやればまた違うことが返ってくるんでまあその繰り返しですよねそうひろのちゃん結構ね僕の振りに結構スルーしてたりするのでそうですかね気をつけているようにします気をつけますいや別にあれですよみんなだって大体そうですよそっかなんかよくわかんないけど、うん、関西人はお上手だよねそういうのねあそうですね一旦とりあえず一旦受け止めて、うん、こっちに何
全然違う方にするか、投げ返すか、そのずっと持ってるかみたいなパターンが多いですけど。そっか、まずでも人と話すとき緊張しちゃうので、そうですね、それがなかなかなんか浮かばない、浮かばないです。バーローリンだね、そうよね、もう大人だし。バーローリンだけど、バーローリンだけどね。さあ、それを日々ね、あのヒロのヒロのママとかとやってるといいんじゃないかなと思いますね。そっかそっか、あのよく話せる人とそういうことをやってると、あ、ママとやってるかもしれない、よく考えたら。でもでしょ、うん、だその延長、延長。そっかそっか、そう、俺もお母さんとよくやるので。そうなんだ、そういいね、いいんでしょ、いいんですね。いいんでしょ。セクシーのお母さんこの前、はい、あの来ましたね、ね、来てくれましたね、はい、フライデーナイトで、フライデーナイト、うん、さりげなく2回連続来てるの。そうですよね、うん、お父さんも来てくれて、すごいいい子家族だなって思いました。すいません、ありがとうございます。はい、まあ、ヒロノちゃんのところに比べたらまだまだですけど。いやいやいや、まだまだですけど。それじゃあ、はい、じゃあ1曲いきますか。曲は優しい手というアルバムから、優しい手です、はい、優しい手です、優しい手から、ブラウンシュガーミルクティー。
はい、はい、ありがとうございました。ブラウンシュガーミルクティーですね。はい、優しい手というアルバムからお届けしましただけども、はい、じゃあひろのさんあれですね、はい、声を張って、声を、あ、そう、 NSK さん、はい、ありがとうございます。ちょっとマイクに近づいてみました。はい、それで僕が外れました、外れましたっていう感じで、どうかな、これでまた何かあったらぜひそこに教えてください。お願いします。はい、お願いします。ということで、はいはい、皆さん見えますか、これ。はい、見えますかね。なんとなんと9月2日に私去年からアルバム制作をしてまいりましたが、そのアルバムがついに発売になりました。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にお疲れ様です。はい、でそのアルバムの、はい、アルバム発売ライブを9月2日の日曜日に行いたいと思っております。場所はどこですか。場所はですね、はい、私の地元埼玉県行田市の、うん、とあるレストランなんですけど、とあるレストラン、とあるレストランなんですが、とあるじゃないですよね。とあるではない、とあるではなくて、とあるとあるじゃない、とあるレストランです。あ、惜しいね。そうですね、とあるレストランなんですけど、はい、このレストランは実はあのママの長年の夢のレストランでして、はい、私とママが経営するイタリアンレストランです。素晴らしい。イタリアンカフェレストランラノッキオと言います。ラノッキオ、ラノッキオ、これはね、そうだな、ママ、本当私が高校生ぐらいの頃から、中学生とかかな、はい、ちっちゃい頃からいつか私レストランやりたいんだよねってずっとなんか言っていて、言ってたら、そう、それで今60過ぎてるんですけれども、はい、去年ぐらいからそのレストランをやるに必要な方々との出会いがたくさんありまして、すごいね、うん、特にそう、私のお客さん、ライブに来てくれるお客さんの中で、うん、結構そういう方がたまたまいらっしゃって、それでいろいろ話して助けてもらって、うん、でついに今年の8月の下旬に、8月下旬、うん、じゃあもうちょいじゃない、そう、やばい、お店オープンします。あ、この日と、うん、この日がオープンとこれが被るんじゃなくて、あ、そうそうそう、お店が最初にちょっと、うん、お店がちょっと始まってます。はい、あら、そうなんです。素敵じゃないですか。そうで、今やっとその建物がちょっとさ、本当田んぼだった場所に建てるからすごく大変で、うん、大変だね、うん、だから最初全然自信がなくて、本当にここにレストランできるのかねみたいなママとね、なるほど、だから内緒にしてきたんですけれども、はい、やっと建物を建って、うん、で屋根もこの前昨日かな、全部ついたんですよ。素晴らしい、素晴らしい、本当に、楽しみです、ね、うん、すごい楽しみ、ちょっと行かないとですね、うん、ぜひぜひ来て来て、迎え行くから駅までちょっとね、こう、うん、電車だと吹上駅で降りてバスを乗り継がなきゃいけないので、なるほど、うん、大変だと、はい、ちょっと車だと便 便利、駐車場はいっぱいあるので、なるほど、はい、そこでライブします。イエイイエイ。まあ、それと、はい、あれですね、それがひろのちゃんのレコ発ライブ、はい、ライブです、はい、すごいめでたい、めでたいことづくしです、です、はい、じゃあ ロンドンオリンピックを見た後は、はい、ラノッキオに行ってっていう、ね、そうですね、流れですね、はい、流れです。ね、あのレコ発ライブ見て、はい、帰ると、帰るとそうですね、普通の流れですけども、うん、あ、なんかこんにちはって来てますよ。あ、ぼやっきーさんかな、ぼやっきーさん、ぼやっきーさん誰ですか、あのね、ぼやかないけども、ぼや、あ、関西人ですよ、ぼやっきーさんは。あ、そうなの、ひろのちゃん知ってるの、うん、あら、よく来てくれてます、ありがとう。じゃあすいませんが、はい、9月2日ぼやっきーさん、ぼやっきーさんもね、うん、いただいてるんですよ、ご予約、ありがとうございま す。で、全然ぼやっきーさんじゃなかったりして、でもあってぼやっきーって書いてあるやん、あの、ここ結構ガヤがね、ガヤガヤするってね、ガヤ芸人がいないんだけど、あ、来たよ来たよ、ガヤ芸人来たね、こういうのあるんですよ、三角部、後ろでカシャとか言ってるしこの自由さ、これが泣いたのさっき、そう、おっていう、こういうね、ガヤ芸人がね、結構この店ね、いっぱいいるんですよね、これ、はい、ガヤガヤガヤ芸人ですね、僕のポジションを取られるというね、うん、俺結構ガヤガヤしてるでしょ、そうだね、そう、
じゃないとね、目立たないんだよ。そう？目立つよね。もじゃもじゃしてる。目立つね。もじゃもじゃ芸人でいい。もじゃもじゃ芸人もじゃもじゃ芸人やばくない？そうだね街歩いてても普通にバレちゃうね。バレバレだね。湿気がどうのとかさ、はい、台風の時期はちょっとなんて、ちょっとなんつってね、手放せないね。手放…何が台風が、あ、もじゃもじゃが、もじゃもじゃが手放せ。そうですね。ところで私髪切ったんですよ。なんかね、あんまりみんな触れてくんないの。結構私の中でこんぐらい切ったんだけど。切りましたね、そういうの。あんまり気づいてくんないね。だからね、だからナチュラルすぎんですよ。そうなんだ。そのイメージもあるからね。なんかま、なんかこんぐらい毛先を切った時は割と、あ、切ったみたいに言ってくれるんだけど、結構思い切ったのに。あ、でも全然触れちゃいけないくらいや。触れちゃいけないんですかね。そっかそっか、お別れしたのかなみたいな。あ、全然全然してないです。全然してないです誰ともお別れしてないんですが。そうだからね、この短い髪のイメージもあるので。え、なんで？なんかわかんないけど、だから自然、自然に。あ、そうなんだ、うん、切りましたよ、ざっくり。僕は切ってないんですけど。そうだよね、まだ切れないんです。まだ切れない。切れない、ね、切るとどうなるんですか今。え、今切ると、うん、今切ると漏れなく、漏れなく300グラムぐらい切り落とせるんではないかな。グラムなんですね、そこは。何センチとかじゃなくて、じゃなくてこういう感じ。そうそう、こう、こういう、ほんとこういう感じ。おぉ、くって、うぅ、おっつちょっとこぼしたでしょうなんて、ダメですよなんて、拾ってって。そう、そうか、貴重ですからね。ことを美容室でやってますね。やってるんだ、ほんとに。そうだよね、こうやって普通は持てないから。確かにこうやって持てないでしょ。落ちちゃうね、まっすぐだから。サラサラって落ちちゃうでしょ、うんうん、だけど俺の髪だけはこう、こうやって持てるんだ。しかもこうやってその後できそうだね。あ、できるできる、できるね。で、またそれがね、僕の髪の毛意外と柔らかいので。あー、そうなんだよね。気持ちいいんですよね。ほんとは硬そうに見えるけど。そう、ゴワゴワしてそうなんですけど、うん、柔らかいんだよね。そうなんだ。たわしにするかクッションにするか迷うんだよね。え、クッションじゃないじゃん。いやよね、うん、この柔らかいから。あ、でもたわしもいけるかもしんない。あ、すごいいっぱい柔らかいけど、うん、太いからね。あ、そうそうそう、うんうんうん、あれかな、2回分ぐらい採取したらたわしになる。そうだね、なるんじゃない。クッションだと結構、結構必要だよね、坊主にしないと。今これ全部使っても足んないかもね。でしょ、うん、あ、たわし2回分ぐらいだったら。じゃあそのたわしを皆さんに。あげません多分いらないと思いますもん、はい、いらないでしょう、ね、そうだね、いらない。だって自分だっているよ、だっていらないでしょあのね、あげるものはできる限り、あの、いるものをあげないとね。そう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 、私これすごい欲しい。でしょ、かわいいよ、すごく。これとこのトートバッグとさ、うん、俺の毛の使ったたわしだってどっちが欲しい。あー、こっちだね。でしょ何を言って、ごめん、お願いしますよ、本当に、はい、すいませんでした。ところでね、まあ、で、私髪を切ったのは、はい、あの、このアルバムの撮影の、うん、アルバムのジャケットの撮影をしたんですよ、うんうん、はいはい。で、その前の日にちょっと毛が傷んでたから、うん、ちょっと整えようと思って、うん、明日撮影だしと思って、うんうん、それで気づいたら結構いっぱい切っちゃったんですけど整いましたって言った。ちょ、うん、言った絶対言ってないでしょ、うん、それで切ったんです。だからアルバムはショートカットで写って、ショートカットバージョンで、ショートカットバージョンで写ってます。あ、でも、まあ、12曲入りですから。12曲入り、うん、結構ありましたね。そう、でも1曲はインストなので、うんうん、あの、ヨシのピアノと、うん、チェロ、フルート、バイオリン、ウッドベース、うん、パーカッション、ガットギターが入ってます、うん、のインストが入って、あとは全部歌が、歌物入ってます。あれですか、あの、あれね、なんだっけ、あれですよ、この間ビッグスモールナイトでやった曲とかも入ってるでしょ。ビッグスモールナイトでやった曲、この花咲く頃とか入ってるでしょ。 あのね、 CD になってない曲しか入ってないです。 CD、 あ、別の、また別のね。そうそう、この花は入ってるので、うん、あ、新曲、まあライブでは歌ってるけど、うん、音源化初の曲ですね、すべて、はい。ぜひぜひぜひ。おいくら万円ですか。あ、まだ決まってない。はい、一応雲仙雲百円から雲仙雲百円ぐらいなのでなってます、はい、あれだね、楽しみですね。はい、はい、楽しみ。もうちょっとでしょ。もうちょっとですね。はい、もう2つ2日ご予約をお待ちしてます。こっちまで何も載ってないけど、あの、あれだよひろのちゃんの本。そう、こちらも、ね、うるさいなお願いします。ひろのちゃんのあれね、そう、ホームページ、ね、ここにピーって出てる、出てるから、それはもう見える人には見えるんだよね。そうですね、
そこに1枚くださいとか、はい、3枚くださいくださいとか、250枚くださいでもいいんだよね。入んない、ちょっと60人ぐらいのお店なんですよ。あ、違う、あのチケットじゃなくて CD あ、CD ね、 CD を予約、予約、うん、欲しいぜ欲しいぜっつって、250枚欲しいんだぜっつって言ってくれたら用意してくれる、ね、用意します。はい、さすがで、250枚買ってくれた人にはこれをつけますって本当欲しいよ250枚ですよ、その代わり。そうか、じゃあダメですね。全然ね、うん、ここに来て買った方がいいって。そう、確かに250枚だといくらになっちゃうんだよ。そうだよね、じゃあここに来て。余計なこと言っちゃったね。はい、大変ですから。はい、はい、じゃあ、あれ、もう一個やっちゃう、はい、じゃあ、これは、じゃあ皆さん来てくださいよ。来てください。セクシーは、セクシーはね、俺ね、レッスンだね。レッスンでね、ちょっと来れないんですけど、来けないんですけども。はい、第2回目の告知タイムでございますけども、じゃじゃん、はい、あ、で俺持ってる、はい、うん、急遽でございますが、今日のですね、5時から川口の東口、 JR 川口駅東口降りてすぐのキュポラ広場というところで、ビアガーデンライブがありまして、そこで私5時から歌わせていただきます。5時から、5時から、5時から男、5時から男何それ、5時から男、5時から女、5時から男知らない、知らない、5時から男ですよ。知らないか、うん、あの昔ね、ちょっと流行ったんだ、それが。あ、そうなんだごめんなさい、今無視してください。5時から男って何ですかいや、多分男の人はみんな知ってるかも。そうなんだ。僕より上の人は多分。へえ。多分。五時から男知ってますか？ほら。あ、知ってる。本当だ。仕事が終わる5時になると。うんうん。あ、そういうことね。五時から男。ああ。じゃあ私5時から女ですね。ですね。うん、今日5時から。あれ今日でしょ？今日の5時から。うん、今日の5時、キポラ広場でフリーライブです。だそうですよ。うん、でなんかね、うん、あの屋台とかも出るって言ってましたので。マジで？うん。屋台。ぜひぜひ屋台。やたっちゃう、やたっちゃうらしいですねやたる、屋台がやたるってるみたいですよ、ね、マジか。それでなんかあれですよね、あの明日は、今日はなんかね、前夜祭なんですよ、うん、はい、明日が一応そのやたっちゃう、やたっちゃう、やたっちゃうライブの本番、本番っていうからしくて、うん、明日川口キュポラ広場で、キュポラ市場が行われますね。だそうですよ、はい、ビアガーデンっていう、あ、やっぱ書いてあるね、ここにほらね、ビアガーデンなので、ビールも飲んで、うん、屋台食べて行ってほしいなと思います。明日お天気だといいですね。明日お天気ちょっとお願いしますよ、本当に。で、今日ですから大丈夫です。今日も降んないよね、この感じだと。ケロッとしてハーザマスになっちゃうからね。ケロ、はい、ケロッとしてノーザマスになっちゃうから、はい、ケロッとしてハーザマスに。今晴れてますから、今めっちゃ晴れてますから、お願いしますよ、はい、あの、私晴れ女なんですそう、晴れ女になったんだよ。嘘ばっかり。だってね、この前の撮影の時、雷とか来るよみたいな予報のお姉さんが言ってたんですけど、うん、ピー、うん、カンカンでしたから、カンカン、ピーピーカンカンでした。え、あれだった、すごい怒られたってこと？カンカン、カンカンに怒られたってこと？そう、ちょっと怒られたすごい晴れてたから、本当にあの日からちょっと晴れ女に、ね、うん、なったの、だから今日も大丈夫、今日も来てください、5時から。これはね、よし、ピアノのよしと吉田さんお届けしますので、もう行くらしいので、そう、ビッグスモールを見に来てほしいなとあれよ、ほんと降らさないで、降らさないよ、川口のために、うん、お願いします。大丈夫大丈夫、晴れ女ですからそしたら、あれですか、一曲いっちゃいますか。セクシーは曲がないとのことなので、今日はね、そう、今日はないので、はい、ひろのちゃんの曲を行きましょう、はい、もう一曲お届けしたいと思います。優しい手からピエロ聴いてください。
私があげたものでした。なんか手が滑っちゃったアイポントだったので途中で買えるのもあれかなと思ったの で、 そうです、ね、すいません。あなたがくれたものを私があげたものなんですか？それは曲聴いていただいてちょっとあれですから、目には見えないものですから。そうですね、うん、そういうのが大事だったりしますけどね。そうですよ ね、 ね、そういうのを感じていただけたら嬉しく思います。イエイそんな拍手いや笑うとこじゃないでしょ。そうか、そうですか。今日はそういう日なんですね。かっこいいこと言う感じ。そう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 、うん、じゃあやってみて、ね、
かっこいいこと？何？かっこいいことなんて言えないでしょ。セクシーいつも私にさ、なんか面白いこと言ってみてってすぐ言うんだよね。私だけじゃなくてみんなに言ってみんなに言ってますね。いやね、あれ困っちゃうよ私、ね、みんなに言われますね。困るって、困るって言われるでしょ。プレッシ、みなこ様なんかプレッシャーになりますってござすなんかそれ面白いじゃん。プレッシャーになるでござるってよく言う。なるでござる、ね、それこそ面白いですね。ファイナルアンサーって聞くと、うんうん、ござるって言ってくれる。かわいい。かわいい。みなこ2回ぐらいで言ってくれる、ファイナルアンサーって聞き返すと、うん、ござるって言ってくれる。みなこさんもちなみにバイオリニストですね。そう、みなこ様ね、はい、これあ、そう、このあのレコ発の日にも出てくださいま す, います、ね、ここに字が、あ、そうか、出てくるかな、みなこ様、そう、加藤みなこ様と、あれじゃない、せっかくメンバーの、そうです ね坂下さざゆき様と、はい、ボン大使ですね。そうですね、ウッドベースは坂下さんですね、はい、で、パーカッションが、長沢昇さんって、このアルバムで、ね、A、参加してくださってる方です、はい。で、ギターが荒木さん、荒、ね、木るいさん、あのギターの方は、うん、今回のアルバムの、まあ、プロデュース、アレンジャー、すべてやってる、レコーディングやってくださってる方ですね。なるほど。とひろのちゃんと吉田さんですね。吉田ひろし様ですね、はい、6人ですね。お世話になってます。はい、6人出し入れて6人でお届けします。素晴らしい、うん、全部アコースティックなんで、ね、そうですね、アコースティックなんでね、うん、お子様もびくってしないで、うん、来てもらえるかなと思います。ね。ね。よかったら、よかった、いいライブなんじゃないですか、絶対これ。うん、本当楽しみでしょうがないです。ね、そしてセクシーもライブがね。そのサポートなんですけども、はい、まさにこの紙で申し訳ないんですけども、はい。あさっての7月16日ですね。うん。西新宿のナビカフェさんで、はい、島香織さんって人の、はい、ライブですね、うんうんうん、あります。お昼からやります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。香織さんって私もあのナビカフェさんで対バンしたことあるんですけど、すごい可愛らしくて、声がね、うん、アニメとか歌っても合うだろうなっていう、で声、うん、すごい可愛い声、すごいね、喋り声はそう、なんていうの、結構ハスキーな、うん、割としっかりした声なんですけど、ないナイスな情報ですね、うん、でも歌うとすごい可愛い、多分ね、顔もすごい可愛い、2度目マシテーズだと思うんだよね。え、そうなんだ、多分。あ、でもサポートは初、初、うんうんうん、多分ね、1回どっかでナビカフェで会ったのかもしれないですけど、うんうん、そうかもね、ナビカフェさんよく出てらっしゃる、初めましてが本番の日です。おー、怖いですね。え、そうなの。そう、多分リハとかなくないんだ、前日とか。もうそのまま、じゃあちょっとエキサイティングな、エキサイティングな花本ですか。花本ですね。花本ですね。はい、やります。はい。あと三井さんと、三井さんギターです。ギターの三井さんと、はい、ピアノが鈴木愛さんで出ます。もう結構じゃあ本当フルバンドとか、まあ三人でサポートします、はい。よろしくお願いします。はい、ぜひぜひ行ってください。はい。素敵なお店ですよね。そうですね。かわいい。ナビカフェです。よろしくお願いします。はい。あとなんかあります？そうですね、時代祭りの話しとく。時代祭りじゃねえや。あ、そうですね、川口、西川口のお知らせですか。お知らせですね、はい、11月11日、はい、ですね、日曜日、はい、日光川口宿から、川口塾だよね。あ、川口塾から鳩ヶ谷塾まで、こういう、あ、そうなんだ、歩く、歩くみたいですよ、すごい。日光のおなり、おなり堂でいいのか、おなり堂祭りでいいの、おなり堂祭りっていうのがあるらしいです。川口塾、鳩ヶ谷塾、日光おなり堂祭り、素晴らしい。そうですね、やったね、やった、おなり道かもしれない、はい、祭りがね、はい、あるらしいですよ、あるらしいです。11月の11日、はい、これ面白そうですね。なんかすごく歩くみたいですよ。歩くだけなのかな。でもこういう格好して歩くってことだよね。そうだよね。なんか大名行列、大名行列再現してるってことだよね。そう、俺が出たいやつですよ。これ一回やってみたいやつ。ああ、いいよね。あのエキストラでもいいからやりたい、ね。うんうんうん。なんかその気分が味わえるよね。そう。お金は払って出れるんだ。結構現実的なね。おいくら万円なんですか。おいくら万円なの。まあこれまた調べてみましょう。
乗ってはないですね。乗ってはないけど、じゃこれ来週じゃあこれ。そうですね、値段調べてね、うん、お知らせしましょう。総勢1000人超えですよ。1000人超え、すごいね。1000人切りとは言うと思う。デモみたいになっちゃうね。デモ、デモっちゃう、すごい、デモっちゃうぞ。もうちょっと内輪受けですけど、ね、デモっちゃうぞ。デモっちゃうぞ、知ってる人は分かってくれるね。すごいですね。ねえ、でもミスしたコンテストにならないように気をつけないといけないですね。もうあのアニメ大好きですね。ねえ、本当、松平健さん出演決定だから、これあれなんじゃないしかもしかも将軍役だって。え、将軍役、すごいすごいすごい。あ、じゃああれなんだ、一緒に歩けば。まさに本当暴れん坊将軍。すごい暴れん坊将軍。この間サマーサなったじゃん。あ、なりましたね。暴れん坊ビッグスモールナイトでね、暴れてましたね。今宵の暴れん坊はだ、うるさいだろう。うるさいな、今一番いいと思ったね。どうぞ。そう、今宵の暴れん坊はどこのドイツだ言ってたけど、はい、言ってました ね、 ね、ま、本物が、ま、本物、ね、この方でした ね、 でしたね。すごいね、本当本格的ですね、これは。やばいね、これちょっとやれな、やりたいですね。ぜひセクシー出てください。出たいね。出てみて、それで感想をここで発表して。そうだね、うん、何やったかとかね。そう、9時からね、4時みたいですね。9時から4時、早いな。結構朝は早いですね。朝早いね。11月11日、9時から4時、約 1.5 キロのコースだって。え、1.5 キロってすぐじゃない？すぐじゃない？あれ？ね、すぐだけど9時から4時。何するの？みんなではピクニック、ゆっくり歩くの、ゆっくり歩くのかな。いかに時間をかけて歩く。あ、でも本当に大名行列ってそうじゃない？結構ゆっくりだよね。ゆっくりだよね。映画とか見るとさ、うん、すっごいゆっくりね。なんか周りの人がははってやってね、ひれ伏してね、あれで着くのかなって感じだよね。確かにすごい日数かかるよね。ね、もう昔はそうだったんだよね。かもね。今だとね、京浜東北線もさ、そうだね、快速とかあるけどさ、あるけどね。ありがたいよね。そうそうそう、昔はね、各駅だったかもしれないです。そうですね。何それ、それ何この話みたいな。まあこれも行けたら僕やります。はい、セクシーにもじゃもじゃに会えるかもしれないです。傘からはみ出してですね、頭が。でしゃばりすぎだね。傘かぶるの？そう、傘かぶってる。絶対はみ出すっていうか浮いちゃうよ。浮いちゃうよね、うん、浮くねこれよ。もう存在も浮くかな。あ、でも多分、うん、そういうのが好きなお兄さんっていっぱいいらっしゃると思う。あ、そう、うん、若い子も絶対いるよ。いるかな。おみこし担ぐの人さ。ああ、そっか、結構若くない？若いね、おじさんも多いけど、うん、あ、じゃあ大丈夫か。うん、大丈夫。浮かないというかね、はい、浮かない話でしょうね。浮かない話ですね。あ、なんかある、なんか、そうですね、お知らせは。あ、でもあと何でさりげなくもう終わっちゃうんだけど、結構時間が、はい、セクシーの面白トークのおかげで時間が過ぎました。リエちゃんです、今日。あ、そうだ、リエちゃんだった。今日リエちゃんなんで、リエちゃんの代打なので、リエちゃん。じゃあ最後おはがきってやってきますね。あ、おはがき、おはがきコーナーが、はい、今日もあるんです、ね、今日僕ちょっと鼻声なんで、はい、あれなんですけど。でも朝より治ってきたね、ちょっと。そうかな、うん、あ、暖かくなったからかな、鼻が通ってる、うん、あー、血液の循環が良くなったのかもかもね、知れないということで、はい、1枚はい、ひろのさんに1人。あ、私に、ありがとうございます、はい、おはがきですね、おはがきですね、おはがきが。じゃあいきますよ、はい、北区在住の、はい、東十条さんからです。そのまま十条さんですね。十条さんじゃないかと思うんだけどね。十条なんだ、十条さんなんだ。なんかうまいこと言ってんだから言ってないわかんないです、わかんないですね。東十条さんからね、はい、ひろのさんこんにちはと。こんにちは。なに泣きそうになってる。最近流行ってるものがあります。お、何ですか、はい、流行ってるもの、そう、何ですか。スパークリン、スパークリングね、よく言うじゃないですか。はいはいはい、私も好きですよ。でしょ、うん、スパークリングとスパーリングの違いを教えてほしいっていうことなんですけど。スパーリング、うん、スパーリングってわかる、わかんない、なんだっけ、なんか運動系だよね。運動系、あの試合を見立てて、あ、こうやったり、あ、スパー、スパークリング、スパーリング、うんうん、とスパークリングの違いを、うん、教えてくださいと思うんです。はい、そうですね、まあどっちも似たような。似てないでしょ。結構シュワシュワーみたいな、パチパチ、弾ける、弾ける感じ。まあ本番も弾けるように、リハーサルも
一生懸命やるっていうことでいいですか。そういうことでだから俺がほとんど答える。はい、短いかな。もう一枚ぐらいいっちゃおうかな。はい、ないな。ないですか。今日はおはがき少なめですね。そう、1枚しか持ってないですね。転送してこなかったので。あ、転送がね。あとちょっと長いのがあるんですけど、はい、ちょっと鼻声なんで。そうですね、きついですね。2人は喋る方もリエはきついです。リエはきついですね。来週はリエ来るかもしれないですね、うん、来週は来るかもしれないですね、はい、あれはひろのちゃんは。私はですね、うん、来週は、あ、来週は来れないんですよね。あ、じゃあ僕来ます。はい、来週じゃあリエちゃんとやります。はい、ぜひ。だから今度は来週は僕は塩崎ひろのになります。そうですね、ひろのになってください。むちゃくちゃ、うん、したいと思います。はい、髪も似てるしね。似てるの、うん、あ、ショートカットになったから。はい、私とね、ま、あなたとね。はい、そうですねということですけども、はい、なんかあります。最後かけながらお別れするんですけど。あ、かけながらお別れですか。最後ピエロ流せば。あ、そうですね、さっき間違えちゃったから、じゃあお言葉に甘えて、ちょっとピエロ流しながらの、はい、また来週ですね。だけどね、ピエロを押したんだよ。ピエロ押したんだけど、だけどあなたがくれたものが流れたので、うん、今度あなたがくれたものを押してみますしたらあなたが流れるかも、まあなたがくれたものになるか またまあいいや、うん、ね、じゃあちょっと聞いてください、はい、ピエロダメだダメだね、もうピエロダメ、ピエロダメ、ピエロがなかったですどうしたらいい、どうしたらいい。このままトークインしちゃおうか。トークインしましょう、しながら、はい、わーって、はい、はい、トークいきますかね。はい、はい、はい、というわけでというわけでまたもや2連続のピエロを穴くれを押したんですけど、はい、あなたがくれたもの、あの人のあなたがくれたものおかしい、ちょっとお家帰って同期します。ね、その方が面白かったので、僕は OK。 あ、じゃあもう思い通りですね。思い通り、僕の思い通り。すいません、いろいろグタグタでというわけで、はい、はい、じゃあひのんちゃんのこれ、はい、9月2日ぜひ来てください。で、今日の5時、はい、キポラ広場です。はい、はい、あとセクシーが、はい、4月16日、はい、もうすぐですね。です、ナビカフェさんです。ですということで、はい、来週は、はい、リエちゃんと、はい、多分ね、サマンサも来れるって言ってたような気がするんで。じゃあリエ、サマンサ、セクシーで3人でやります。はい、ひろちゃんの役を僕がやります。はい、お願いします。というわけで、はい、さよなー、まあ、さよならまたねー、ありがとう。押したんだ。あ、でも1時な、よかった。